皆さんはじめまして、 AKB48 の岡部凛です。まあ、前回も見てくださった方は分かると思うんですけれども、やっぱり最終回2パターンあって、まあいい明るい未来で行ったお話と、あれで最後ああこうなっちゃったんだっていうようなちょっと悲しさがある結末と2パターンあったんですけれども、でもやっぱりそこまでの生き様がしっかりした芯のある生き方がみゆきの、それがあったからきっとどちらのストーリーでもなんか感情が揺さぶられるというか、多分その今回も暴動と殲滅といった、私もどんなお話になるかまだわからないですけれど、でもそこでしっかり違った結末をお届けできるように、前回よりもさらにパワーアップしてみゆきのなんか葛藤とかそういうところをしっかり描けたらいいなと思っています。何よりざっと音楽劇ということで、いろんなジャンル のミュージカル音楽がこの作品の中で私たちも歌ってこうお届けできるので、まあ、前回披露させてもらった楽曲もあれば、なんだか今回新しくまた作ってもらえる曲があるということなので、もう個人的には、ね、前回やった身としてはどんな新しい曲ができるのかなって楽しみだし、何より生バンドが同じこのステージ上で、私たちと一緒のステージでこのバンドも取り入れて今回お届けするってことなので、めちゃめちゃそこが楽しみですね。でも今回再演という形でネオンキッズを演じさせて、ネオンキッズのみゆきとして演じさせていただくんですけれども、その前回もこれ以上もブラッシュアップすることないだろうって私は思ってたんですけど、でも丸尾さんが何かのインタビューか何かでまだちょっとやりたいなと思ってたことでなんか実現できなかったものもちょっとあるっておっしゃってたので、それってどこだろうって個人的にもすごいワクワクしてるし、だからきっと今回で本当に丸尾さんがやりたかったことっていうのが実現されていくと思うので、丸尾さんが生み出したこのネオンキッズという世界でみゆきとしてしっかり生きられるように、全力で全てを捧げて、取り組んでいきたいなと思ってます。前回見てくださった方もキャストも半分変わったりとか、いろいろ変わっていくところもあると思うので、あ、前回とこんなところが違うんだとかね、いろんな面で楽しんでいただけると思うので、待っててください。最高のネオンキッズの物語を、私は怪獣をお届けできるように頑張ります。待っててね。